ナノテクノロジーは物質をナノメートルの領域すなわち原子や分子のスケールにおいて自在に制御する技術のことである。ナノテクと略される。そのようなスケールで新素材を開発したり、そのようなスケールのデバイスを開発する。ナノテクノロジーは非常に範囲が広く半導体素子を分子セルフアセンブリ法という全く新たなアプローチで製造することや、 ナノスケールのナノ素材と呼ばれる新素材を開発することまで様々な技術を含む。未だに一部の新素材やコンピュータのプロセッサに応用されている程度の段階だが、将来はこの技術によりナノサイズのロボットで治療を行ったり、さらには自己増殖能を持たせて建築に利用することができるようになると予想されている。21世紀をかけて大きく発展する分野と考えられている。 ナノテクノロジーの将来については議論もある。ナノテクノロジーによって様々な便利な新素材やデバイスが生まれることが期待される。一方で環境や人体への影響が懸念されている。また世界経済への影響やナノマシンが制御不能となる危険性なども懸念されている。このためナノテクノロジーに対する特別な規制の用品についても議論が続いている。物質を ナノメートルレベルで制御する利点はいくつかある。例えば、現在コンピュータなどで利用されている電子回路のトランジスタは、だいたい数十ナノメートル程度の大きさであるが、これを1、10にすることができれば、コンピュータを現在よりもずっと小型化し、必要な電力や発熱を抑えることが可能となる。同様に、記憶装置などでも小型化、高機能化が期待される。また、物質を、 数ナノメートルの大きさにすると量子効果と呼ばれる特殊な現象が発現する。例えば近年の電子デバイスで利用されている電子の閉じ込めによるエネルギー準位の離散化が現れる大きさやトンネル効果が現れる距離はナノメートルの領域である。電子材料以外にもドラッグデリバリーシステムに代表されるような医療への展開も盛んに試みられている。フラーレン C60 は 酸素元素同素体の一種。各種フラーレンの研究もナノテクノロジーの範疇とされる。物質を原子レベルの大きさで制御し、デバイスとして使うという考えは、リチャード・ P ・ファインマンが、アメリカ物理学会のカリフォルニア工科大学での会合で1959年12月29日に行った講演ゼアーズ、プレンティオブ・ルーム・アット・ザ・ボトムにすでに見られている。その中でファインマンは、 スケールを小さくしていくにあたって様々な物理現象を利用することになるとした。例えば重力は対象が小さくなるにつれて重要ではなくなっていき、表面張力やファンデルワールス力が強く働くようになる。スケールが小さくなれば並列性が増し、短時間に多数の素材なりデバイスなりを作成できると考えられ、この考え方は有効と思われた。 かつてはメゾスコピックと呼ばれていた研究分野である。ナノテクノロジーという用語は1974年に元東京理科大学教授の谷口のりょうが提唱した用語である。谷口はナノテクノロジーは主に原子1個や分子1個の単位で素材を分離、形成、変形するプロセスからなるとしている。このような定義を1980年代にさらに発展させたのが ケーリック・ドレックスラーで彼はナノスケールの現象やデバイスの技術的重要性を解き、創造する機械ナノテクノロジーやナンシストムズ、マレキアラーマシーナリー、マニファクチャリング、アンドコンピュテーションといった本を出版し、それによってナノテクノロジーという用語が世界的に使われるようになった。1980年代にはナノテクノロジー分野の2つの重要な研究が行われた。 一つはクラスターの研究で、もう一つは操作型トンネル顕微鏡の発明である。これにより1985年にはフラーレンが発見され、数年後にはカーボンナノチューブが発見された。また、半導体のナノ結晶の特性や合成の研究が進み、そこからさらに金属及び金属酸化物のナノ粒子や量子ドットの研究へと発展した。 STM の6年後には、原子間力顕微鏡が発明された。1ナノメートルは1メートルの10億分の1、19メートルである。例えば、炭素原子同士の結合距離、または、分子内の原子間の間隔はおおよそ0.12ナノメートルから0.15ナノメートルである。また DNA の二重螺旋の直径は約2ナノメートルである。一方、 最小の細胞であるマイコプラズマの全長は約200ナノメートルである。その大きさを別の観点で見てみると、1メートルと1ナノメートルの日は地球とおはじきの大きさの日とほぼ等しい。また、平均的な男性がヒゲを揃うとカミソリを持ち上げる時間にヒゲが伸びる長さがだいたい1ナノメートルである。ナノテクノロジーの手法は大きく2つに分けることができる。 一つは物質を原子論的に見た集団的変化の方法論を利用して微細にこれを再編成する技術をトップダウン方式という。もう一つは原子や分子を一つ一つ正確に組み合わせることで新しい機能を持った材料を作っていく方法でこれをボトムアップ方式という。トップダウン方式は主に機械、電子系の分野でボトムアップ方式は 科学系の分野で研究が行われている。ここ数十年の間に、ナノテクノロジーに科学的基盤を与えるべく、ナノエレクトロニクス、ナノ工学、ナノ工学といった学問分野が生まれた。純粋な金を表面再構成し、その様子を操作型トンネル顕微鏡で見たところ、表面を構成する原子の配置がわかる。いくつかの物理現象は、 対象が小さくなるほどその影響が顕著になる。それは例えば統計力学的効果や量子、力学的効果で、量子サイズ効果では微粒子の大きさを極小にすることでその電子特性が変化し、電子の閉じ込めによるエネルギー順位の離散化が現れる。この効果はマクロからミクロへと寸法が小さくなることで、徐々に働き始めるわけではない。しかし、 一般に100ナノメートル未満の距離に達すると量子効果が支配的になる。さらに多くの物理的特性が挙手的な系と比較すると変化する。例えば表面積が体積に対して増大するため、素材の力学的、熱的、触媒的特性が変化する。ナノスケールでの拡散と反応。 高速用輸送が可能なナノ構造素材やナノデバイスなどを研究する分野を一般にナノヨニクスと呼ぶ。ナノシステムの機械的性質はナノ工学の研究領域とされる。素材をナノスケールにまで小さくするとマクロスケールとは異なる特性を示すようになり新たな応用が可能になる。例えば不透明だったものが透明になったり不粘性だったものが可燃性になったり、 不要性だったものが可用性になる。例えば金は通常のサイズでは科学的に不活性だがナノスケールでは強力な科学触媒として機能する。ナノテクノロジーはナノスケールにした時に物質が示す量子現象や表面現象を利用するために発達したとも言える。現代の科学合成技術は小さな分子をほとんどどんな構造にでも配置することが可能な点にまで到達している。 今ではその技術を使って様々な薬品や商用ポリマーなどの有益な化学物質を製造している。そこからさらに単一分子を集めて、超分子を望みの形に形成できるかという問題が提起される。分子を自動的に所定の配置にして、望みの蘇生を得るというボトムアップ方式を分子セルフアセンブリあるいは超分子化学と呼ぶ。 そこで重要となるのが分子認識という概念である。分子をデザインするには、非共有分子間力を使って、特定の配置や構成を取るように仕いる。ワトソンクリック型塩基体も同じ原理で形成されており、酵素が特定の気質にのみ作用するのも同じ原理によるもので、タンパク質のフォールディングも同様である。したがって二つ以上の部分が互いにうまく噛み合うようにデザインすることで、 全体としてより複雑で有益なものにすることができる。こうしたボトムアップ方式は同時に多数のデバイスを生産できるためトップダウン方式よりもずっとコストが低くなるが必要とされる分子の大きさと複雑さが増すと困難さも増すことが予想される。有益な構造のほとんどが複雑で熱力学的にもありえない原子の配置を必要としている。しかし生体内では 分子認識に基づくセルフアセンブリが様々な場面で行われており、塩基体や酵素と気質の相互作用が例として挙げられる。ナノテクノロジーの目標の一つは、そういった自然界の仕組みを応用して新たな有益なものを構築することである。分子ナノテクノロジーとは、分子レベルのスケールで動作するナノシステムを対象とする分野である。原子を材料として、 分子を組み立てる分子、アセンブラという想像上の機械と強く結びついている。いわば、ボトムアップ方式の究極であり、現在主流のトップダウン方式とは全く異なる。ケーエリック・ドレクスラーが、ナノテクノロジーという言葉を使ったとき、それはこの、分子ナノテクノロジーを主に指していた。分子スケールの生物が、ドレクスラーらは、分子スケールの機械部品を作ることで、 ナノスケールの工場を作ることを提案した。カルロ・モンテマグノは未来のナノシステムはシリコン技術と生物学的分子機械の融合になるだろうという。リチャード・スモーリーはこうした方向の実現性に否定的だった。2003年アメリカ科学会の出版物ケミカルエンジニアリングニュースでスモーリーとドレクスラーの公開書簡による討論が行われた。生体内には 分子レベルの機械システムがあることは明らかだが、人工の分子機械はまだ研究が始まったばかりである。人工の分子機械の研究では、カリフォルニア大学バークレー校とローレンス・バークレー、国立研究所のアレックス・ゼットルの研究が知られている。彼らは外部から引火する電圧で制御できる3種類の分子デバイスの試作に成功している。ロタキさんの模式図。 分子レベルのスイッチとして期待されている。ボトムアップ手法で製作した DNA バイオチップのサーファスが増量シードのナノレベルの薄い層からエネルギーをナノ結晶に転送し、ナノ結晶に可視光を放射させるデバイスナノ素材の分野にはナノスケールになった時独特の特性が生じる素材を研究開発するという分野が含まれる。ボトムアップ方式ではより小さいものから 複雑なものを組み立てる。トップダウン方式では、より大きなものからより小さなデバイスを作ろうとする。機能的アプローチとは、必要な機能がまずあって、それを何らかの手段で作り出そうとする研究である。典型的な原子間力顕微鏡の概念図。鋭い先端のある微細加工された感知レバーが、資料の表面の凹凸をなぞって動く。蓄音機に似ているがずっと小さい。 レーザーを感知レバーに照射し、その反射光を光検出器で測定することで資料の表面の凹凸のイメージを形成する。原子間力顕微鏡と操作型トンネル顕微鏡はナノテクノロジー初期の2つの操作型プローブである。他の操作型プローブ顕微鏡として、マービン・ミンスキーが1961年に考案した操作型強商点顕微鏡から発展したものや、 カルビンクエトラが1970年代に開発した操作型超音波顕微鏡があり、ナノスケールの構造を観察できるようになっている。操作単身の先端はまた原子や分子を人の意図するように動かしナノ構造を操作することもでき、これをポジショナルアッセンブリーと呼ぶ。しかし、それらは非常に手間と技量を要する技法である。 現時点において、最も確立されたナノメートル規模での加工技術は、ナノリソグラフィであり、ホットリソグラフィ、X 線、リソグラフィ、ディップペンナノリソグラフィ、電子線、リソグラフィ、ナノインプリントリソグラフィなどの技法がある。リソグラフィは、トップダウンの加工技術であり、大きな素材にナノスケールのパターンを描く。ナノテクノロジーの別の技法のグループとして、 ナノワインや製造など半導体製造で使われている、塩子外線、リソグラフィ、電子線リソグラフィ、収束4ビーム加工、ナノインプリントリソグラフィ、原子層体積法、分子基層成長法、ジブロックとも重合体を使った、分子セルフアセンブリ法などがある。しかし、これらは、ナノテクノロジーの研究成果として、ナノテクノロジーから生み出されたものではなく、 それ以前からの科学技術の発展の中で自然に生まれたものがほとんどである。トップダウン方式の研究では目的が明確である場合が多く、研究対象もシリコンなど半導体が多い。トップダウン方式は期待された通りに徐々に小さいデバイスを生み出してきた。操作型プローブ顕微鏡はナノ素材の評価と合成の両方で重要なツールとなっている。 原子間力顕微鏡と操作型トンネル顕微鏡は素材の表面を観察しそこで原子を移動させるのに使うことができる。それらの顕微鏡のプローブ先端を特別なものに設計変更すると資料表面に対して構造を入り付けたりセルフアセンブリの補助とすることができる。操作型プローブ顕微鏡を使って原子を資料表面上で移動させることもできる。 今のところこういった技法は、時間もコストもかかるため大量生産には向いていないが、実験室レベルの施策には適している。対照的に、ボトムアップ方式は、原子や分子を組み合わせて徐々に大きな構造に組み上げようとするものである。技法としては、科学、自己組織化単分始膜の評価に適したツールとして二重、変更干渉測定法がある。 ボトムアップ方式のもう一つの技法として、分子線エピタキシー法がある。ベル研究所の研究者ジョンアール・アーサー、アルフレッド・アイ・チョー、アート・シー・ゴスサードが1960年代末から1970年代にかけて研究用ツールとして、ムベ装置を開発、実装した。ムベは1998年のノーベル物理学賞の対象となった、分数量子ホール効果の発見に役立った。 ウベを使えば原子サイズの精度で原子の層を形成でき複雑な構造を組み立てることができる。ウベは半導体研究はもちろんのこと新たな分野であるスピントロニクスにおいても広く使われている。また物理吸着現象はナノメートルサイズの物質を可逆に制御する方法として再び注目されている。 プロジェクトオンイエマージングナンテクナラジスは2008年8月21日時点で800以上のナノテク製品が商品化されていると推定し3週から4週に1つのペースで新製品が世に出ているとした同プロジェクトは一般に販売されている全製品の一覧をオンラインで公開しているそのほとんどは第一世代の受動的なの素材を使うにとまっており 日焼け止め剤や化粧品や一部食品に使われている2、酸化チタン、粘着シートに使われている炭素同素体、食品包装、衣類、殺菌剤、家電製品に使われている銀の微粒子、日焼け止め剤、化粧品、表面コーティング、塗料、屋外用家具の上塗りなどの酸化塩、燃料触媒としての酸化セリウムなどが含まれる。ナノテクノロジーの主な用途として、 10ナノメートル程度の微細なナノワイヤでできたモスフェットを使うナノエレクトロニクスがある。この図はそのようなナノワイヤのシミュレーションを示したもの。アメリカ国立科学財団はナノテクノロジー研究にも盛んに資金提供しており、研究者デビット・ベルベのこの分野の調査にも資金を提供した。その成果をまとめた本がナノ・ハイプ。 ザットリュースビハインドザナノテクノロジーバズである。それによると、ナノテクノロジーと称しているものの多くが実際には物質化学の焼き直しに過ぎず、それによってナノチューブ、ナノワイヤなどなどを製造を販売するだけのナノテク業界が生まれ、薄利多売によってごく少数の業者しか生き残らないことになるだろうとしている。ナノスケールの部品の操作や配置が必要な用途はまだ、 研究段階である。ナノと名付けられたテクノロジーではあるが、そこから想起される新たな革新的分子の製造には程遠い。ベルではナノバブルとでも呼ぶべき状況が形成される恐れがあり、ナノテクノロジーという用語が安易に使われすぎていると警告している。2001年にアメリカのクリントン大統領がナノテクを国家的戦略研究目標としたことから、 日本でも多くの予算が配分されるようになり、現在最も活発な科学技術研究分野の一つとなっている。ニューヨーク州では、ジョージュ・パタキ知事の政策のもとに、これまでに3500億円強相当が投資され、近年ではナノテクノロジーの産業の振興に力を入れており、テックバレーを形成している。 ニューヨーク州立大学オールバニコ校を中心に、カレッジオブナンスケールサイエンスエンジニアリングが設立され、数々のベンチャー企業が設立され、東京エレクトロン等各国の企業が研究開発拠点を構える。ナノテクノロジーの影響も参照ナノテクノロジーの潜在的用途については非常に様々なものが主張されており、それらが現実となった時に社会に与える影響に、 ついて、重大な懸念が表明されており、それらの危険性を和らげるために、どうするのが適切かについて議論されている。ナノテクノロジーの発展に従って何らかの危険が生じる可能性がある。センターフォーレスポンシブルナノテクノロジーは、追跡不可能な大量破壊兵器、政府によるネットワーク化されたカメラによる監視、軍拡競争を不安定にするほどの急速な兵器の、 開発などを示唆している。自己複製するナノマシンが暴走した場合には増殖が止まらなくなる可能性が懸念され、ナノマシンは期化急性的に個体数を増やすことによって数時間のうちに地球全体がナノマシンの塊であるグレーグに変化してしまうとされている。一つにはナノテクノロジーによる大量生産やナノ素材の大量使用が 人間の健康や環境に及ぼす影響への懸念がナノ毒性学の研究で示唆されている。センターフォーレスポンシブルナノテクノロジーのような団体はそのような理由から政府によるナノテクノロジーへの特別な規制が必要だと主張している。それに対して過剰な規制が人類に役立つ科学技術の発展を妨げるだろうと反論する向きもある。ウッドロー・ウィルソンセンターで プロジェクトオンエマージングナンテクナラジスを指揮しているデビッド・ラジェスキーはナノテクノロジーの商用化を成功させるには適正な監督とリスク研究戦略と公的契約が必要だと証言しているアメリカ合衆国では今のところバークレーが唯一ナノテクノロジーを規制している都市であるケンブリッジでも2008年に同様の規制が検討されたが最終的に否決された 最近開発されたナノ粒子製品のいくつかが思いがけない結果を生む可能性もある。例えば、消臭靴下に使われている銀のナノ粒子が選択によって環境にばらまかれていることが判明し、それによって悪影響がある可能性も指摘されている。銀のナノ粒子は性菌作用があるため、廃棄物処理場や農場などの有機物の分解に役立っている菌を殺す。 可能性があるという。ロチェスター大学での研究で、ネズミがナノ粒子を吸い込むと脳と肺に蓄積され、炎症やストレス反応を引き起こすことが判明した。中国の研究では、無毛マウスをナノ粒子にさらすと、皮膚の老化が早まるという結果が報告されている。UCLA での2年間の研究によれば、ネズミの DNA が二酸化チタンのナノ粒子でダメージを受けることが示され、 心臓病、神経系疾患老化など人間にとっても死の危険性を増す可能性があるとした。ネイチャーナノテクノロジー誌に掲載された研究によると、ある種のカーボンナノチューブを十分な量吸引すると、石綿と同様の健康被害があるという。エジンバラのインスティチュートオブオキュペーショナルメディシンに勤めるアンソニー・シートンは、その研究に関する記事の中で、 カーボンナノチューブの一部が中皮脂を起こす可能性がある。従ってそういった新素材は非常に慎重に扱う必要があると述べている。政府によるナノテクノロジー規制がない現状に対して人工ナノ粒子を食品に用いないよう要求する声もある。塗装工場の作業員が肺に重い疾患を負い調べてみると肺からナノ粒子が検出されたという報道もある。 ナノテクノロジーの健康への影響に関する議論の中で、ナノテクノロジーをより強く規制すべきだという主張もなされている。さらに、ナノテクノロジーを規制する責任があるのは誰かという議論も重要である。一般に、毒物はいくつかの観点から法的に規制されているが、それらの法律でナノテクノロジーを規制できるかというと、明らかにギャップが存在する。ナノテクノロジーオーバーサイト。 アンアジェンダフォーザネクストアドミニストレーションの中で、元 EPA 副長官 J. クラレンス・デイビーズは、次の大統領任期中の明確な規制のためのロードマップを提案し、ナノテクノロジーの監視についての現在の欠点を克服するための短期を呼び、長期のステップを解説している。ウッドロー・ウィルスンセンターのプロジェクトオンエマージング、ナンテクナラジスで、 主任科学アドバイザーを務めるアンドリュー・メナードは、健康と安全に関する研究への予算が不十分で、あるため、ナノテクノロジーの健康への影響や安全性への理解が今のところ限定的になっていると指摘した。結果として一部の研究者は、たとえナノテクノロジーの発展が阻害されるとしても、予防原則を厳密に適用すべきだと主張している。王立協会の報告書では、 商品の廃棄、破壊、リサイクルの間にナノ粒子やナノチューブが拡散する危険性があるとし、生産者の責任において健康や環境への影響を最小限にするような製品ライフサイクル全体に対する施策を行うべきだと助言している。ありがとうございます。